資産形成を本格的に始めて8年、ついに資産5000万円を超えました。いやー、ついにですね、純富裕層の仲間入りをすることができました。一つ目標としていた金額だけあってですね、やっぱり嬉しいですね。私たち2年前の5月にはですね、すでに会社員を辞めて、セミリタイアという形で、沖縄移住をしています。で、その時はですね、資産3300万円ほどでした。で、現在ですね、大体2年ぐらい経って、運用額が5600万円ほどになりましたね。最近の円安や株高の恩恵もあってですね、5000万円超えることができました。今回の動画では、33歳で資産5000万円を貯めて、変わったこと、変わらなかったことについてご紹介していきます。5000万円という金額は結構目標にされている方も多いと思うので、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。このチャンネルでは、高配当株投資とインデックス投資をメインに資産形成をしてきた私たちが、お金や投資に関する情報を発信しています。昨年は書籍も出版させていただいたんですが、この書籍がですね、現在 Amazon Audible で2ヶ月無料で聞くことができます。5月7日までなので、ぜひこの機会に試してみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。では本題に行きましょう。変わったこと、一つ目は自信と安心感が増す。まずは自信ですね。これはやっぱりありますよね。一つ目標にしていたことを達成すればですね、これが成功体験になって、自分でもやればできるんだと。で、特に僕自身はですね、もう本当に凡人で、そんな僕でもコツコツやればできるんだなっていうのをね、やっぱり感じました。5000万円っていうのは、一応マーケットの分類上、純富裕層ですね、5000万円以上、1億円未満という方が 6% で、5000万円以上となると、全体で 10% ほどですね。10人に1人っていう、まず希少性はありますよね。ただ個人的に達成感はですね、3000万円の時の方がなんかあった気はしますね。なんか5000万円は、なんか行っちゃったなーっていう、勝手に行っちゃったなーっていう感覚があったんですけど、やっぱ3000万円は結構なんか頑張って目指していた感じもありましたし、同時にセミリタイアっていうところを目標にしていたのも大きかったかなとは思うんですけど、5000万円は行っちゃったなーっていう感覚が大きいですね。で、もう一つ安心感っていうのはですね、これも結構3000万円の時よりは結構増した感じはあります。例えばもし今僕がですね、何か事故にあって、亡くなったりですね、あとは働けなくなったとしてもですね、5000万円あればですね、妻さんはなんとか暮らしていけるなっていうところはありますね。ちなみに私たちまだ子供がいないので、子供がいるとまたその安心感っていうのは5000万円じゃ足りないかもしれないですけど、自分のパートナーが困らないで暮らしていけるっていう安心感はありますね。あと、追加投資しなくても運用している分だけほったらかしにしておけば、十分増える可能性が高いっていうところですね。運用利回りが 7% なら10年、4% なら18年で2倍になる計算なので、40代、50代ぐらいには1億円になってるであろうという算段がつくだけでも、お金の安心感はありますよね。こういった見通しが立てられれば、毎月の収入はある程度今の生活を楽しむため、豊かにするために使うことができますしね。次、変わったこと2つ目は資産が急増したっていうところですね。これは他の発信者さんもね、同じように言っている方多いですけど、やっぱりこれは感じましたね。これは今年に入ってから特に実感しましたね。今年に入ってからですね、円安も進んだり、日経平均株価も最高値更新したりと、本当に一気に増えましたね。実は運用額が5000万円を超えたのは、昨年末か今年の頭ぐらいだったんですよね。そこから本当にね、まだ4月で半年も経ってないんですけど、こんなに増えるんだなっていうのを感じてます。運用資産5000万円のうち、1% でもですね、株価が上がれば、50万円増えるわけですからね。私にとっては会社員の給料以上の金額が動くわけですから、それは上げ相場になればですね、それは増えるスピードは上がりますよね。ただ逆に下げ相場ではこれだけの資産が一気にね、1日で減ることにもなるので、これはですね、肝に銘じておきたいと思います。変わったこと3つ目は分散投資を意識する。これはですね、自分自身にもびっくりしましたね。こういうふうに考え方が変わるんだなっていうのをね、結構大きく感じたところです。
このグラフ皆さん見たことあると思うんですけど、まあ、いろんな金融資産のですね長期リターンを表しているものですよね。まあ、株式や債券、金、ドルとね、比較しているものですけど、まあ、これ見たら明らかにですねストックス、まあ、株式ですよね。株式が一番長期的にはリターンが出るというデータがもう出てるんですよね。でこれを見た私はですねもう投資といえばもう株式一択っしょって、なってたんですよね。これを見ればもう一目瞭然で、まあ、一番リターンが出るのはやっぱり株式なので、もう株式以外に投資する理由が、まあ、あんまり見当たらないという感覚だったんですよね。まあ、ただやっぱり資産5000万円を超え始める、まあ、直前とか、まあ、超えてからもそうなんですけど、やっぱりこう攻めだけじゃなくて守りもちょっと意識するようになってきましたね。うん、具体的にはやっぱり債券とか不動産、金、あとはビットコインへの投資、まあ、こういうところも昨年から、まあ、今年にかけて少しずつ始めています。あとは円以外への通貨分散もですね、ここら辺もやっぱり意識するようになってきましたね。あと以前動画でもご紹介したタパゾーさんの書籍ではですね、資産3000万円ぐらいを目安に、まあ、資産分散を意識してもいいんじゃないかとも書いてありましたね。僕自身3000万円の時には全然そういう意識はなくて、ほんと5000万円目前ぐらいになって、まあ、意識するようになりました。ここら辺は個人差あるとは思うんですけど、やっぱり運用額が大きくなればなるほど守りの意識っていうのは出てくるのかなと思いました。で、あとですね、まあ、早く投資で増やしたいっていう欲が減ったのも大きいかなと思います。資産が少ない時の方が、まあ、早くお金増やしたい、資産増やしたいっていう気持ちが強かったんですけど、最近はそういう思いがまあほとんどないですねまあ、なかなか頑張ったところでね、投資でお金を早く増やすっていうのも難しいですからね。というのも、まあ、リスクをそこまでして取る必要がないっていうのも大きいですね。いついつまでにいくらの資産を貯めないとダメっていうこともないですし、今の生活に、まあ、金銭的には満足しているので、まあ、無理する必要がないっていうところですね。なので以前より心の余裕を持って運用できている感じはありますね。これまでよりも結構余剰資金を厚くして、まあ、余裕を持たしながら運用を実際していますね。昔はですね、生活防衛費と、まあ、あと余剰資金を、まあ、本当に最低限だけ用意して、まあ、他フルインベストメントみたいな感じだったんですけど、割と最近はもう無理にリスク資産をこう早く増やす必要もないかなとは思って、まあ、余裕を持たしながら運用もしています。変わったこと4つ目はお金の使い方。これがですね、まあ、実は、まあ、今回ご紹介する中でも一番変わったところですね。お金の使い方、お金持ちの人ってよくお金の使い方って難しいよねとか大事だよねみたいなことをね、よく言いますけど、まあ、これをようやくなんか5000万円ぐらいになってこう結構考える余裕が出てきたかなっていう感じはあります。僕自身これまで全くそういう考え方なくて、もう好きなものに使ったらええやんっていう意識しかなかったんですけど、これがね結構変わってきましたね。これまでは、まあ、ずっと生活レベルを上げないことを意識してたんですよね。というのも、まあ、自分たちの資産の最大化を目標にしていたので、まあ、できるだけこうお金を使わないみたいなことを意識してたんですけど、ここ半年ぐらいですね、もうこれただお金増やすだけでいいのかなっていうのをね少しずつ感じてきました。で、今増やしているお金を、まあ、どう使っていけば、まあ、幸福を最大化できるのかみたいなことをね結構日常の中でも考えることが増えましたね。幸福を得るために、まあ、どういうふうにお金を投資していけばいいのかっていうところですね。そこでいろんな本読んでたんですけど、この本良かったです。幸せをお金で買う5つの授業ですね。いろんなデータとか事例を用いて、まあ、詳しく解説されているのでぜひ読んでみてください。この本の内容もですね実践していますね。例えば先にお金を払うとか、結構ね旅行の予約とかね先にお金払ったりしますよね。まあ、こうすると結構幸福度上がるみたいなことも書かれています。で、結構ね実際支出自体はね以前より増えました。増えたところとしては食費、まあ、あと交際費とかですよね。あとは趣味として、まあ、妻さん絵を描くのが好きなので画材、絵の具とかですね。で、僕は結構釣り好きなので今釣り具買ったりして友達とワイワイしていますね。
で、あと畑に必要なこう機材とかも、種とか、まあ、そういうのも買ったりとか、あとこれから使おうと思っているのは、あの家とか車ですね。特に家はですね、ずっと今まで狭いところに住んでたので、ちょっと広いところに引っ越して、まあ、友達がちょっと寄れたりとか、まあ、家族がちょっとね、泊まれたりとか、そういうところにできたらなとも思ってます。あと知り合いのおじいにですね、ちょっと山の一部が安く買えるっていうのを聞いたので、まあ、そこをね、買ってちょっとみんなでワイワイ、あのダッシュ村みたいなのしようかなとも考えたりしてます。こんな感じでお金を貯めるっていうところからちょっとずつ使うフェーズにこう意識が向いていき始めています。あともう一つ、応援という意味でお金を使うっていうところも結構意識しだすようになりましたね。例えば結構僕本とかはこう Amazon で買ったり Kindle Unlimited で読むことが多かったんですけど、近所にある本屋さんとか、あと外食とかも地元のご夫婦がやっているような定食屋さん行ったりとか、あと最近で言うと、まあ、湯布島の水牛ですね。湯布島行った時に水牛と写真撮れるんですよ。で、その写真を1枚無料でくれるんですけど、大きいやつは1枚1500円で買えるんですよ。これ昔だったら、まあ、絶対買ってなかったと思うんですよ。1500円の写真ね。で、多分買ってもなんかね、ほこりかぶっちゃうし、物も増えちゃうし、みたいなね、思ってたんですけど、水牛さんも頑張ってくれてるし、まあ、水牛さんのご飯にね、なればとか、ここで働いてくれてる人がいるから、僕らはこういう貴重な体験ができるわけであって、まあ、そういう応援っていう意味で、なんかね、お金を使う。自分だけじゃなくて、まあ、地域社会の中でのこのお金の循環みたいなのを、なんか、意識しだすようになってきましたね。まあ、これは結構なんか新鮮な感覚ですね。まあ、自分のお金を使うことで、まあ、自分もハッピーになれるし、まあ、相手もハッピーになって、こう幸せの総量が増えるみたいなことは、まあ、感じますね。で、結構僕自身生活変わったなっていうふうに感じるんですけど、中にはですね、資産5000万円、1億円ぐらいまではもう全然生活変わらないよって、ね、感じている方多いと思うんですよね。そういう発信も結構多く見られるんですけど、これはですね、まあ、資産額は増えてもですね、キャッシュフローがまあ変わっていないからっていうところが大きいのかなと思います。例えば資産1億円あるけど毎月の収入は20万円という方と、資産5000万円だけど毎月収入50万円ある方であればですね、おそらく後者の方の方が生活の質は上げやすいと思うんですよね。なんとなくそんなイメージ湧きませんか？これおそらくですね、まあ、収入の範囲内で、まあ、生活しようとしてしまうんですよね。収入が20万円なら20万円の中でもう暮らしてしまうっていうのは、まあ、どうしてもあると思うんですよね。資産1億円あったとしてもそれを取り崩して、まあ、収入以上のですね生活をするっていうのは結構精神的に抵抗大きいと思うんですよね。なので僕自身は資産額は、まあ、あくまで後ろ盾っていうイメージで、生活の質とか、まあ、豊かさっていうのはキャッシュフローが、まあ、大事なんだろうなっていうふうに認識しています。僕たちの場合であれば、まあ、資産5000万円っていう後ろ盾と、まあ、配当金と事業収入っていうキャッシュフローがあるので、結構生活は変わってきたかなと、まあ、実感しています。変わったこと5つ目、1億円を目指してみたくなった。これ目指してみたくなったんですよね。昔はですね、全然1億円とか想像もできなかったんですよね。自分が1億円送り人みたいなことは全くイメージできなかったんですけど、まあ今ある程度ね、資産が増えたからこそこう1億円までの道筋が見えてきたから、ちょっと目指してみたくなったっていうのもあるかなと思ってます。で、まあ、シンプルにですね、まあ、1億円持ったらどんな感じなのか味わってみたいなっていう、まあ、興味みたいなところも大きいです。今資産が5000万円を超えて、まあ、このまま、まあ、順調に資産が増えていけば、まあ、十分1億円は目指せる範囲に来たので、まあ、目指せるんであれば、まあ、ちょっと目指してみたいなっていうところですね。まあ、その上で、まあ、今の生活も楽しみながらですね、まあ、選択肢を増やしていきたいっていうところもあります。お金があればあるほど、まあ、選択肢は増えますからね、自分の人生の可能性っていうのを、まあ、広げるっていう意味でも、まあ、増やしていくっていうのは、まあ、ありかなと思ってます。今の生活には1億円っていう資産はね、別にいらないんですけど、まあ、将来やりたいことができた時とか、あとは大切な人を守るためですね。まあ、今のところ妻さんだけであれば5000万円で十分かなとも思ってるんですけど、まあ、子供が増えたりとか、あとはまあ僕の母親とか、まあ、妹とかに何かあった時に、まあ、僕にある程度
資産があれば何かできること、手伝えることもあると思うので、そういった意味でも、まあ、目指す価値っていうのはあるのかなと感じています。ここまでが変わったことですね。で、次に変わらなかったものなんですけど、今でも仕事はしてるです。いやー、仕事はしちゃってますね。いやー、仕事今でもしちゃってますね。まあ、5000万円あれば、まあ、完全に仕事を辞めることも、まあ、人によっては可能だと思うんですよね。まあ、ちょっと計算してみたんですけど、資産5000万円を、例えば50歳で、まあ、毎月18万円取り崩しますと。で、利回りは 4% と 5% でそれぞれ計算してみたんですけど、利回り 4% の場合は110歳まで、資産が持つと。で、5% の場合だと、まあ、資産は尽きないと、むしろどんどん増え続けていくっていう結果でしたね。毎月の18万円と、まあ、加えて年金もね、合わせれば、まあ、一人暮らしの方とか、まあ、家がもうね、すでに持っている方とかであれば、まあ、最低限の生活っていうのは十分可能な金額かなと思います。結果的に、まあ、今もですね、まあ、こういう発信業をやっているわけなんですけど、まあ、理由としては3つですかね。1つ目は、まあ、人に喜んでもらえる貴重な機会っていうところですね。まあ、実際セミリタイアして、まあ、もうすぐ2年なんですけど、やっぱね、こう人に喜んでもらえる瞬間って、こう仕事以外であんまりないんですよね。もちろん友達の悩みの相談に乗ったりとか、まあ、妻さんであれば結構、こう友達と会う時にこうクッキーとかケーキをこう毎回焼いて持って行ってこうプレゼントしたり、まあ、そういう機会ぐらいしかないんですよね。人に喜んでもらうっていうのは結構幸福度が大きいんですよね。それは本当に感じていますね。なので私たちの発信を通じて誰かの悩みを解決したり、まあ、喜んでもらえるっていうのは、まあ、貴重な機会として思っています。二つ目はキャッシュフローを確保して生活を豊かにしたいっていうところですね。まあ、さっき、まあ、例で挙げたようにですね、資産額が増えたとしても、キャッシュフローがないと、まあ、そんなに生活が変わらないと思うので、今の生活をより楽しんでいくためにも、毎月の収入、キャッシュフローっていうのは、まあ、確保したいと思ってます。3つ目は面白い人に出会えるっていうところですね。まあ、これは本当に感じますね。まあ、僕たちが発信活動をしていなければ、まあ、絶対に出会えない人ばかりですね。はい。で、発信をしていたからこそ今沖縄でもね、釣り仲間ができたりとか畑仲間ができたりしたので、まあ、本当にこの発信業をですね、仕事としてやっててよかったなと思っています。なので、まあ今後もまあおそらく変わらずずっとこの発信業はしているんじゃないかなと思います。ただ皆さんもお気づきの通り、かなりペース落としてます。YouTube ね、ほんと昔は週5、6本投稿してたんですけど、最近はもうなんか月2、3本ぐらいしか上げれてなくて、すみません。以前よりは労働時間を減らして、まあ、もう少し僕たちのこのプライベートの時間とかを、まあ、今大切にして、まあ、バランスをとっているところです。で、最後に番外編として、健康への投資。まあ、これもね、結構今、意識しているところです。というのもですね、まあ、私33歳なんですけど、まあ、結構ね、老化をすでに実感してきています。はい。結構ね、体の衰え30代になったら来るよ、みたいな言ってる人多いと思うんですけど、いや、本当に感じてきてて、なんかフットサルをした翌日とかも体バキバキなんですよね。バキバキで動けないみたいな。ね、畑一日作業したらもう次の日すごい筋肉痛みたいな。結構ね、感じていてですね。なんで結構最近はですね、毎日散歩したりとか、あとはジムで筋トレもこうがっつりやるようにしましたね。もともとなんか市営のこうジムに行ってたんですけど、ちゃんと毎月こう月謝がかかるようなところをですね、ちゃんと契約して、まあ行くようにしています。で、ストレッチしたり、まあ座りすぎないようにしたり、食べるものを意識したり、あとは歯医者ですね。歯医者とか、こう病院とかもなんかこう体に異変があったらすぐ行くようにしました。こう昔だったらあんまりこう寝てたら大丈夫かみたいなね、感じでほったらかしにはしていたんですけど、まあそこら辺もちゃんとケチらずね、やるように意識してます。で、今年まだ行けてないんですけど、人間ドックもちょっと定期的にやっていこうかなと思ってます。あと日焼け止め、シミとかシワの対策ですね。これもね、結構沖縄にいると特にね、ちゃんとしないともう本当に、老けちゃうんで、ここら辺もね、ちょっとお金かかりますけど、やるようにしています。
今回は資産5000万円貯めて変わったこと変わらなかったことをご紹介しました。今回の内容は本当に僕自身が本音でリアルで思ったところなので、まあ参考になれば嬉しいです。もしご視聴者さんの中で5000万円もうすでに貯めたよっていう方いらっしゃったら、まあどんな感覚を感じたのかぜひねコメントで教えてもらえると嬉しいです。最後に、今なら日本株、米国株が必ずもらえます。投資アプリとしても人気のムームー証券、この口座開設と入金をするだけで日本株、米国株いずれかが必ずもらえます。以前は米国株だけだったんですけど、日本株の取引が開始したこともあって日本株ももらえるようになりました。まあ、ソニーや東京エレクトロン、任天堂、ソフトバンクグループなど、まあ、人気の日本株も入っています。加えて今 Amazon ギフトカードがもらえるご紹介プログラムっていうのもやっています。お友達やご家族にムームー証券をご紹介すると、まあ、1名紹介するごとに2万円分の Amazon ギフトカードもらえるプログラムをやっているので、ぜひこの機会にお試しください。実際フォロワーさんの中にはアップルやファイザーが当たっている方もいらっしゃいました。キャンペーンの詳細やアプリの使い方については概要欄のリンクをぜひチェックしてみてください。今回は以上です。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。